アダム・サンドラーはアメリカ合衆国ニューヨーク州ブルックリン出身の俳優、脚本家、コメディアン、映画プロデューサーである。身長177センチメートル。1966年にブルックリンクのユダヤ系家庭に生まれる。母親は保育園の保育士で、父親は電気技師だった。5歳の時に一家はマンチェスターへ移住。地元の高校を卒業後、 ニューヨーク大学へ進学して芸術コースに在籍した。ユダヤ系アメリカ人俳優としてよく知られており、自身の映画には自分がユダヤ人であることを意識してユダヤ人の衣装や歌、儀式などを映画に取り入れている。10代の頃からコメディアンとしての才能を見出し始めたサンドラーはコメディクラブなどでスタンダップコメディアンとしてキャリアをスタートさせた。 1980年代に入ると、友人の勧めで、コスビーショーに出演。その後も MTV 制作のクイズ番組に出演したりして徐々に頭角を表していき、同じくコメディアンのデニス・ミラーから見出された、彼は、ロサンゼルスから、サタゲー・ナイト・ライブへの出演につながる。最初は、脚本家として雇われていたが、その後出演するようになると人気が高まっていき、同番組のレギュラーで、 コメディアンとしての格好たる地位を築き上げた。ちなみに、レギュラーは5年間務めている。1989年に、ゴーイング・オーバー・ボードで映画デビュー。初期の頃は、コメディ映画の脇役として出演していたが、徐々に主役を演じるようになり、現在に至る。俳優以外にも、プロデューサーとして、自身の映画のプロデュースにも携わり、制作会社のハッピー・マディソンを設立した。 日本でのヒット作は少ないが、アメリカにおいては主演したコメディ映画がのきなみヒットしており、興行収入が1億ドルを超えた作品が15本もある。また、多くのコメディアンたちと交友があり、友人たちが主演を務める多数のコメディ映画のプロデュース、制作葬式を担当している。あまり賞ーレースに絡んでこないが、MTV ムービーアウォーズだけは何度も受賞している。ちなみに、 ビッグダディでは、ラジー賞の最低主演男優賞を受賞、脚本、制作も手掛けた2011年のジャックとジルは、ラジー賞初の全部門制覇をしてしまった。ポール・トーマス・アンダーソンと組んだパンチドランクラブやドン・チードル共演の再会の街で、などではこれまでのイメージを一新させ、静かな雰囲気の役柄をシリアスに演じた。自身が主演するコメディ映画では、 アジアをネタに入れることがかなり多く、映画の中にも数多くの日本や中国を題材にしたネタが目立つ。2017年、マイア・ウィッツ家の人々における演技が絶賛され、パンチドランクラブ以来の公演であると評された。サタデーナイトライブで自作曲を披露しており、1994年に作ったコミックソングザ・ハヌカー・ソングは、 ユダヤ教の祭日であるハヌカーの歌として非常によく知られている。2009年6月、経済誌、フォーブスが2008年6月から2009年6月までの1年間で最も稼いだ男優のランキングを発表し、5500万ドルを稼いで2位にランクインした。2010年2月、バニティフェア氏が2009年に最も稼いだ、ハリウッドの稼ぎ手のランキングを発表し、 3150万ドルを火星で12位にランクインした。この金額は映画のギャラだけでなく商品のロイヤリティ収入なども含んでいる。2010年9月、経済誌、フォーブスが2009年からの1年間で最も高額なギャラを獲得したハリウッドの俳優のランキングを発表し、2660万ドルを火星で3位にランクインした。2010年11月、 経済誌、ホーブスが最もコストパフォーマンスの悪かった俳優を発表し、制作会社が得た金が1ドルあたり8ドル45セントで選ばれた。2011年2月、バニティフェア誌が2010年にハリウッドで最も稼いだ人たちのランキングを発表し、2010年のギャラが推定で5000万ドルで7位にランクインした。2011年8月、経済誌、 ホーブスが2010年の5月1日から2011年5月1日の1年間で最も稼いだハリウッド俳優のランキングを発表し推定4000万ドルを稼いで3位にランクインした2003年にジャッキー・キトンと結婚2006年と2008年にそれぞれ娘が生まれている2012年2月第46回スーパーボールを前にして大ファンである ニューヨークジェッツへの思いを語っている。ありがとうございます。